スロバキアバス交通は、チェコスロバキア社会主義共和国時代に、国営会社、後国有会社であった、スロバキアの都市間、バス企業の総称である。現在は株式会社化が行われ、国内に17社が存在する。サットに、虎の路線バス1949年以降、チェコスロバキア国鉄が行っていた自動車事業を分離承継し、都市間のバス及び、 トラック便を運行した国営会社のチェコスロバキア国家自動車交通は共産党地方行政機関の国民委員会が管理運営していたが1963年に県国民委員会に管理運営を移管することになりスロバキア域内では西部スロバキア県中部スロバキア県東部スロバキア県を管轄するブラチスラババンスカービストリタ 古室の3都市に3社のシエサドが設立された。3社は国の経済改革の一環で1989年に国有会社に転換され、チェコスロバキア自動車交通に解消した。さらに民主化後の1990年にシエサド、ドルニークビーン、1991年にはシエサド、ジリナがいずれもシエサド、バンスカービストリッツァから分割新設された。 1993年の連邦制改消後、各社は貨物トラック事業を国有会社の貨物自動車交通に切り離してバス専業化し、1994年に称号をスロバキアバス交通に改唱した。さらに1995年以降、各社の支所単位で次々と分社を行った。この他1994年1月にシエサド、 ブラチスラバから、サッドスカリツァ国有会社が、シエサドコシツェから、サッド国有会社、スタラー・リボーニャがそれぞれ独立。両社は共に1995年に、国有会社から直接民営化し、サッドスカリツァはバス及び、国際貨物トラック輸送を行うスキャンドスカリツァ、企業体有限責任会社に、サッドスタラー・リボーニャはバス事業を行う。 アスカルパティア企業体有限責任会社に転換した。この後民営化の動きは止まったが、1998年の総選挙で政権を握ったミクラーシュズリンダは、国有会社の民営化を推進。サットは1999年に17社に統合整理された後、2001年から2002年にかけて株式会社に転換された。その後入札による民間への株式売却が、 段階的に進められている。スロバックラインズの近距離バス。奥は、スロバックラインズとユーロバスによる共同運行の長距離バスユーロバスのスピッシュスカーノバー、ベス運輸事務所、サットプレショーのブラッドフォードミハローチェン。国際長距離バス各社相互間の資本関係はないが、株式の民間売却に合わせて、称号を新名称に変更したブラチスラバ、コシセ、 ニトラの3社と1990年代に国有会社から直接民営化した2社を除き、現在もサットの略称で呼ばれている。ありがとうございます。